はい、キンゴルファー雪村です。今日はですね、みんなでゴルフでのトーナメントとは違い、一人でゴルフのエキシビションマッチ B の開放を攻略したいと思います。狙うはオーシャンラグーンリゾートのアマチュアエキシビションマッチ B の開放ですね。まだ私これだけが唯一クリアできていないんですけども、エキシビションマッチ B を今回開放させる方法を見ていただきたいなと思います。開放にはですね、6番ホールをチップインでクリアするというのが開放条件になっていますので、今日はこのチップインをこうやってみましたので、ぜひその内容をご覧ください。はい、6番ホールですけども、400ヤード超えのミドルですね。方法はもう、グリーンのそばまで、2打目を落として、グリーンの外からチップインで、入れるという方法になるんですけども、まず1打目は無理せずにフェアウェイに落とす。はい、もうこんな感じで全然 OK です。そして2打目です。問題は2打目なんですけども、今回ピンがグリーンの右奥ですので、そのもうちょい奥を狙ってグリーンに乗らないようにボールを打つということで、今回この辺狙って風も考えながらちょっと強めで打ちます。はい、グリーンに乗せずにグリーンのギリギリのフェアウェイってなかなか難しいんですけども、はい、こんな感じで OK です。あとはひたすらチップインを目指してアプローチをするんですけども、この場所ですとそんなに角度傾きもないですので、意外にチップインになりやすいという感じですね。では1回目のアプローチをしてみました。こんな感じで、はい、届けませんでした。これでチップイン失敗です。アプローチとしては非常にいいアプローチなんですけどね。はい、2回目のチャレンジです。2回目も同様のピンの位置でしたので、また同様にバンカーとグリーンの、まあ、間ぐらいに落としまして、2回目のアプローチになります。はい、次こそは入ってほしいですが、どうでしょう。はい、のはちょっとオーバーで残念チップイン失敗です。3回目はですね、亀下とが出ちゃってもう大ミスで話になりませんので、4回目のこれがチャレンジになります。だいたいピンの位置だいたい右奥なんですね。全部右奥狙いでいきました。はい、では4回目のチャレンジアプローチとしては3回目のアプローチになります。どうだ。お、はい、くるくるチップインです。くるくるショットはまあおまけという形なんですけども、これでチップインバーディーということで、エキシビションマッチ B の開放条件チップインをクリアすることができました。はい、まああのような形で、ピンから近い場所のフェアウェイから狙って、チップインをするっていうのがおそらく一番簡単な攻略かなと。2打目で、チップインを狙おうとするとやっぱ100ヤード以上残った状態のチップインは非常に難しいですからね。あ、ミッションも一つついでに達成しまして、はい、エキシビションマッチ B が解放されました。これですね、目指せパイレーツロベールというのが対戦相手の異様です。はい、このような形で私は、解放させてみましたが、まあ、ぜひ皆様もこれが参考になればなと思います。チャレンジしてみてください。雪村でした。